令和5年度税制改正について。この動画では令和5年度税制改正の概要をご説明いたします。令和5年度税制改正では、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISA制度の抜本的拡充、恒久化を行うとともに、スタートアップエコシステムを抜本的に強化するための税制上の措置を講じます。また、より公平で中立的な税制の実現に向け、極めて高い水準の所得について、最低限の負担を求める措置を設けるほか、国際合意に沿ってグローバルミニマム課税を導入します。資産課税では、次世代への早期の資産移転及び資産の再分配機能を確保する観点から、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築します。このほか、法人課税、インボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置、自動車重量税のエコカー減税の見直し、納税環境整備などの改正も行われました。それでは主な内容についてご紹介してまいります。個人所得課税。 NISA 制度の抜本的拡充・恒久化、資産所得倍増、貯蓄から投資への観点から、NISA 制度について非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、恒久的な措置とします。一定の投資信託を対象とする長期、積み立て、分散投資の枠、積み立て投資枠については、年間投資上限額を120万円に拡充します。上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ成長投資枠を設けることとし、成長投資枠については年間投資上限額を240万円に拡充するとともに、積み立て投資枠との併用を可能とします。非課税保有限度額を新たに設定した上で1800万円とし、成長投資枠についてはその内数として1200万円とします。スタートアップへの再投資にかかる非課税措置の創設。スタートアップエコシステムの抜本的な強化を図る観点から、スタートアップへの再投資にかかる非課税措置を創設します。具体的には、保有する株式を売却し、自己資金による創業やプレシード、シード期のスタートアップへの再投資を行った場合、再投資分につき20億円を上限として譲渡益に課税しない制度とします。また、スタートアップ株式の売却により損失が生じたときは、その年の他の株式譲渡益から損失額を控除でき、さらに控除しきれなかった損失額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除ができる制度になっています。極めて高い水準の所得に対する負担の適正化。税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置を導入します。具体的には、合計所得金額から 3.3 億円を控除し、それに 22.5% を乗じて算出された2の金額と、通常の計算方法で算出された1の所得税額を比べ、2が1を上回る場合に差額分を申告納税することとなります。資産課税。資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等。まず、今回の改正の背景について説明いたします。我が国の相続税、贈与税は別個の税体系となっており、贈与税は相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっています。実際、相続税がかからない方や相続税がかかる方であっても、その多くの方にとっては相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、
若年層への資産移転が進みにくくなっています。一方で相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方にとっては相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、財産を分割して贈与する場合、相続税よりも低い税率が適用されます。このため生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与にかかる税負担を一定にしていくため、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築していく必要があります。このような観点から、資産移転の時期に中立的な仕組みである相続時精算課税制度の使い勝手向上を図りました。相続時精算課税制度とは、選択した後に贈与を受けた時には軽減・簡素化された贈与税を納付していただき、相続時に累積贈与額を相続財産に加算して相続税を納付していただくという制度です。その際、納付済みの贈与税が控除・還付されることによって、生前贈与か相続かによって税負担が変わらず、資産移転の時期に中立的な仕組みとなっています。今般の改正では、歴年課税の基礎控除110万円とは別途に、相続時精算課税においても110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に、相続時にその課税価格から被害を受けた額を控除できることとしました。なお、この改正は令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。相続前の贈与の加算についても、資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から見直しを行いました。歴年課税で受けた贈与は、死亡前3年以内の贈与について相続財産に加算することとなっていました。今般の改正において相続財産に加算する期間を死亡前の3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととしました。この改正は令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置について、それぞれ節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で適用期限を延長しました。法人課税、研究開発税制の見直し。研究開発税制について、研究開発費の増加インセンティブをさらに強化するため、試験研究費の増減に応じた税額控除率のカーブを見直します。さらに、税額控除上限に到達した企業に対してもインセンティブ強化となるよう、試験研究費の増減に応じて税額控除の上限も変動させる制度を新たに導入します。幅広いスタートアップ企業との共同研究・委託研究を促すため、研究開発税制のオープンイノベーション型における研究開発型スタートアップ企業の範囲を大幅に拡大します。これまで経済産業大臣が認定したベンチャーファンド等から出資を受けたベンチャー企業が対象となっていましたが、ファンドに対する認定を不要とし、より幅広いスタートアップ企業を対象とすることとします。ビッグデータや AI 等を活用したサービス開発にかかる試験研究費については、サービス開発にあたりビッグデータを新たに収集すること等が要件となっていましたが、新たなサービス開発を促すため、既存のビッグデータを活用する場合も研究開発税制の対象とします。企業による先導的な人材投資にかかる税制措置、
企業の成長を先導する人材の創出を後押しするための措置を講じます。学校教育における企業先導人材の育成、大学や高等専門学校、一定の専門学校を設置する学校法人の設立費用として企業が支出する寄付金について個別の審査を受けなくても全額損金算入が可能となる枠組みを設けます。これにより早期に寄付金の募集を可能とし、スピード感を持って学校経営を進めるための一助とします。先導的研究開発人材の活用・育成、高度な研究人材への投資を促し、国際競争に資するハイレベルでオープンなイノベーションを促進する観点から、博士号取得者や一定の経験を有する研究人材を外部から雇用することに対し、研究開発税制における優遇措置を創設します。これらの人材の人件費について、一般の試験研究費よりも高い税額控除率 20% と別に計上される税額控除上限 10% の適用を可能とします。オープンイノベーション促進税制の見直し、既存企業によるスタートアップ企業の M&A を後押しする観点から、スタートアップ企業の既存株式を取得した場合にもオープンイノベーション促進税制を適用し、株式取得価格の 25% を所得控除できることとします。その際、 M&A から5年以内に成長要件を満たした場合は減税メリットがその後も継続する仕組みとし、スタートアップ企業の急速な規模拡大や成長投資の後押しを図ります。この成長要件については、スタートアップ企業の状況に応じて売上増加型、成長投資型、研究開発特化型に類型分けされ、それぞれ要件が設定されます。消費課税、インボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置。こちらは売上700万円の小規模事業者の納税イメージです。免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額の激変緩和を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間講じます。例えば、本来であれば簡易課税を選択することにより、売上税額の5割の納税が必要となる事業者についても売上税額の2割に軽減されることとなります。この措置は事前の届出の必要がなく、申告時に選択できます。さらに、業種に関わらず売上を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税を選択する場合より事務負担が大幅に軽減されることとなります。インボイス制度の実施に伴う事務負担を軽減する観点から、基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする措置を講じます。インボイス制度においては、振込手数料などが差し引かれ値引きとして扱う場合には、原則として売り手は返還インボイスを交付しなければなりません。このような点について、事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、1万円未満の少額な値引き等については返還インボイスの交付を不要とする措置を講じます。インボイス制度の支援措置等については、財務省ホームページにてご紹介しております。自動車重量税のエコカー減税の見直し。エコカー減税は、措置の期限が来ると自動車の燃費の向上等を踏まえ、制度の対象となるために必要な燃費基準の達成度を見直すことが通例ですが、今回の改正では新型コロナウイルス感染症等を背景とした
半導体不足などの状況を踏まえ、2023年末までは見直しを行わずに据え置きます。2024年以降は乗用車の新車販売のうち、電気自動車やハイブリッド自動車などの電動車が占める割合を2035年に 100% にするという政府目標と整合的になるよう、燃費基準の達成度を段階的に引き上げます。これにより3年目には燃費基準の達成度が 80% 未満の車は制度の対象外となりますが、激変緩和の観点から燃費基準の達成度が 75% 以上の車については、1年間に限り本則税率よりも高い税率となる特例措置を適用せず、本則税率を適用します。電気自動車やプラグインハイブリッド自動車等については、その普及を促す観点から引き続き購入時と次の車検時の2回自動車重量税を免除します。国際課税、グローバルミニマム課税への対応。2021年10月に OECD G20 のBEPS包摂的枠組みにおいて、2本の柱からなる国際課税ルールの見直しが合意されました。このうち第2の柱であるグローバルミニマム課税は、所得合算ルール、軽課税所得ルール、国内ミニマム課税から構成されており、令和5年度税制改正では、そのうち所得合算ルール IIR の法制化を行いました。所得合算ルールとは、税率 15% 未満の軽課税国に子会社等があるグループ関連企業について、日本の税務当局が日本にある親会社に対して、子会社等の税負担が最低でも税率 15% に至るまで課税することができるというものです。残りの軽課税所得ルール国内ミニマム課税については、令和6年度改正以降の法制化を検討することとされています。グローバルミニマム課税の導入により、追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、外国子会社合算税制 CFC 税制について、特定外国関係会社ペーパーカンパニー等の適用免除要件である租税負担割合の引き下げ 30% から 27%、 書類添付義務の緩和等の措置を講じます。納税環境整備、電子帳簿等保存制度の見直し。電子取引データの保存制度については、原則として保存要件に従って電子取引データを保存しなければならないこととされています。今回の見直しにおいて、電子取引データを保存要件に従って保存をすることができなかったことにつき、相当の理由がある事業者等に対して、その電子取引データの出力書面の提示・提出の求め、およびその電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、保存要件を不要として電子取引データの保存を可能とする新たな猶予措置を講じます。スキャナ保存制度について、制度の利用促進を図る観点から、記録事項の入力を行う者等の情報を確認できるようにしておくことを不要とします。またスキャナで読み取った際の解像度、階調、大きさの情報の保存を不要とします。さらに帳簿との相互関連性を求める書類を重要書類に限定します。なお、重要書類とは、例えば契約書、領収書、請求書などの資金や物の移動に直結、連動する書類のことです。有料な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減措置の対象となる帳簿の範囲のうち、その他必要な帳簿について、申告に直接結びつきやすい経理誤り全体を是正しやすくするかという観点から、合理化・明確化を行います。
課税・徴収関係の整備・適正化、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税の割合を 30% に引き上げることとします。なお、このペナルティについては、高額無申告を発生させたことについて、納税者の責めに帰すべき事由がない場合には適用されません。納税コンプライアンスを高める観点から繰り返し行われる悪質な無申告行為を未然に抑止し、自主的に申告を促す措置を講じます。具体的には、前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税または重加算税を課される者が行う、さらなる無申告行為に対して課される無申告加算税または重加算税を 10% 加重することとします。なお、フリップに記載の割合はいずれも公正・決定予知後の加算税を前提とするものです。いかがでしたでしょうか。以上で令和5年度税制改正の解説を終了します。令和5年度税制改正の内容をさらに詳しく知りたい方は、財務省ホームページをご参照ください。また税制の最新動向を知りたい方は税制メールマガジンをぜひご登録ください。財務省ホームページかこちらの QR コードから登録が可能です。